皆さんこんにちは、鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。よろしくお願いします。今日はですね、鈴鹿ポイントゲッターズの、ポケチャンネルでの放送となります。ちょっと僕の方のマイクと池ちゃんのマイクが違うので、音声聞き取りにくいとか、ちょっと声が大きいとかあればコメントでいただきたいです。どうでしょうか。皆さんのコメントも見れるようにしてますので、ぜひともコメントお待ちしております。今日は JFL 第18節、後期の一発目ですね、が、FC 刈谷さんとの試合になります。よろしくお願いします。コートが変わりましたね。配信頑張ってください。ありがとうございます。鈴鹿ポイントゲッターズは、小澤司監督代行が、前節まで指揮を執って、今節から三浦康俊監督が来ました。で、対する FC 刈谷さんも、今は飯塚さんが監督代行という形での試合となります。今日の試合が終わったら中断ですかね。はい、すいません、実況ありというほど のレベルじゃないんですけども、ちょっとフリートークという形で許していただければと思います。そうですね、はい、心楽ですね。副音声レベルで期待してください。コートが変わったので、刈谷さんがコートを変えたんですかね。鈴鹿ポイントゲッターズのキックオフで試合が始まります。6時ですけど、まだ全然暑いですね。今鈴鹿ポイントゲッターズのキックオフで試合が始まりました。こんな感じでいいんですかね。ちょっと実況しすぎ。今日のスターティングメンバーは、ゴールキーパー岩脇で、トシキですね。センターバックは中村トシキと、サカちゃんのセンターバックですね。で、左サイドバックに高台、坂本高台が入ってます。立ち上がりは両チームともちょっとアバウトな形で相手陣地にボールを入れていってます。鈴鹿はどちらかというとアバウトなボールというよりは繋いでますね。はい、解説っぽくしてください。で、今はボランチに辰巳も源太もいてますね。そうですね、そのあたりもどうやろ、浩司君はちょっと自由にボールを触りに落ちているような感じだと思うんで、凛太郎が前線で収めてます。あ、これあれかな、もしかして僕の実況と映像ってタイムラグあんのかな。そうですね、ボランチの位置に辰巳とひねのと、海口がいますね。で、右サイドバック
クにハスかな、ハス沼です。田村が抜けます。うまい、ナイスキーパー、ゴールキーパー山岡哲也、哲也が止めました。いや多分いい仕掛けやったね、タムの、足の速さ特徴が生きたシーンやと思います。1本目のコーナーキックは浩二君です。お、アスリート前坂本浩大に期待します。そうですね、今日は浩大スタメン。タムがまた仕掛けていきました。仕掛けたのはタムショウ、右サイド追い越していったのは源田かな。で、前線は浩二君がちょっと左気味で、菊島が、橋本が左気味、菊島が右、頂点に凛太郎やね、そのちょっと下ぐらいに、タムショーがいてます。ヤスさん相変わらずの熱血采配ということで、僕たちはヤスさんの熱血采配を見るのは初めての選手がほとんどやからね。映像でもちょっと左下の方映ってますけど、眩しいながらにもうラインギリギリのところで試合を見入っているところが映っております。暑いね。でそれは安さんが暑いなのか、ここの放送席が暑いのかで教えてほしいので、ここ汗びちょびちょです今、はい、西日がすごくて汗びちょびちょです。皆さんももうちょっと火落ちてくれな、試合見にくそうだと思うんですけど、おっとこれは前線で刈谷がボール引っ掛けました。おっと危ないシーン、鈴鹿は自陣からつないでいるので、そこを高い位置から刈谷がボールを奪ってます。刈谷も、4-4-2 ですね、前2人いてるので。それでもつなぎ始めてマイボールをコントロールしてます。嫌な形でボールが2回奪われましたが、またマイボールなんでここからどうするかですね。ヤスさんは基本90分間テクニカルエリアでずっと声出してますとのことです。間を使っていきます。ハスが中に絞ってきました。いいね、1枚打開しました。ナイス交代、ナイスターン、タムと 2-1。ハスのシュート、ハスのシュートうまい。キーパーとして受けてる方からしてどうな、嫌なんやハスの間合いがあるよな。対する刈谷はゴールキーパー山岡、ディフェンス佐々木、坂本、田中、高弘は前所属はシンガポールになってますが、その前は鈴鹿アンリミテッドに所属してました。ゴールキックからの流れでコーナーキックですね、刈谷ので、蹴るのはその田中ですね、高弘、1本目安俊さんの情報ありがたいです。そうですね、僕らも初めてなので。
今は、大輔、高宮ゴールキーパーコーチがテクニカルエリアに立ってセットプレーの指示をしています。昨日も入念に確認をしました。のボール、いやー、 FC 刈谷が先制です。でもこの失点の後見てください。多分いつもとはちょっと違うのかなと思います。安さんも大丈夫大丈夫って言ってますし、選手たちも今まで以上にこうガクッと落ちている様子がないと思います。これが多分この1週間で安さんがチームにもたらしてくれたバイタリティやと思います。今のゴールを確認したいんやけど、アシストは田中貴博ですね。いや今スタジアム DJ の方がちょっと言ってくれたんですけど、得点者が分かりませんでした。分かる方いたらコメントください。アシストは、高弘の左足のクロスから刈谷が先制です。でもまだまだ全然他の選手たちも落ち着いてる感じです。が背後に出ました。カリア、失点したあと5分、特にうちはってことですか。刈谷の前線が、福家選手と佐藤選手ですね。オレンジのスパイクが福家選手で、キャプテンマークをつけているのが佐藤選手で、中盤4枚が渡辺、山本、内田、神谷選手かな。これちょっと振り仮名振ってないから分からへんけど、お、高台仕掛けていった。1対1。いやー、今のはいい仕掛けやったけど、カメラマンに伝えます。あ、カメラマンさん少しアップシーンお願いします。これカメラもね、実は選手が撮影しているので、この実況解説含めたら 4,5 人の選手が協力してこの放送を行っているという感じです。高台惜しい。ナイス力や。1枚剥がしました。フォワードのラインを打開した後、2列目、ちなみに刈谷の14番の山本大輝は小学校の出身のチームが一緒で、お兄ちゃんが同級生やからよく俺らの学年の試合に来てバク転をめちゃくちゃやってくれとってでその後大大とかに行って、米子北で庄司玄と同い年やったかな。そう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 、準優勝とかしてんじゃないかな。うん、中盤でいい崩し、この後やね、この後の怖さにつなげたい。
サイドで攻めます。同サイドで人数かけてます。凛太郎が収めて、この左サイドはいいテンポでボール回ってます。お、JFL サイトによれば得点者は佐藤祐樹くんですね。祐樹くんは、関大の頃から僕はよく知ってるのでとても危険な選手ですね。多分前回対戦した時はボランチとかでプレーしてたと思うねんけど、もともとはずっとああいう前線でゴール前で危険なプレーができる選手です。やっぱそう、カリアではボランチすることが多かった。そうやね、そのゴールキーパーの山岡、大樹、高博、この辺りはよく知ってるね。そう、哲也は佐川印刷で4年やってて、で、あれやね、哲也一緒にちょっとだけプレーして、ほんの少しだけ。このセカンドボールナイス、キックは馬力があります。でもこういう取られた後カリアはしっかり繋いできてます。逆にカウンター入るか、なかなかこれまで速い攻めがなかった鈴鹿。ナイスサイドチェンジ、辰巳、高台対地、高台はねクロスがいいので、ああやって積極的に上げていってほしいです。せやな。あ、そうです。龍蔵さんが佐賀印刷の時にはコーチをやってくださってて、森岡龍蔵さんから結構、あ、刈谷サポさんからもコメントありがとうございます。田中隆弘選手の情報、いや、隆弘もそれこそ右左両方両足蹴れるので、状況によって右サイドバック左サイドバック両方ミラ監督の下ではプレーしてましたね。隆弘はそれこそ浦安じゃない、東京ヴェルディ、町田もいたんじゃなかったかな。ヴェルディユースからヴェルディ、町田、浦安、レノファ、アンリミテッドで、シンガポール。歯が綺麗でイケメン。お、いいボール、リンタロー、いやー、今日は4連休の最終日、日曜日ということもあって結構お客さんも入ってます。カリアサポーターも太鼓の音が鳴り響いてますね。全部で20人、25人、30人ぐらいはカリアから足を運んでらっしゃる感じですね。やっぱり東海リーグから続くこのライバル関係っていうのはあるので。ナイス、お、タムショー、タムショー、惜しい。タムショのスピードが出ました。リンタロの落としからタムショやったね。2人の特徴が出ました。あ、フケ選手、フケ選手はノブさんと一緒にやってんねや。ノブさんとは結構年離れてる
歳ぐらい離れてるけど一緒にやってんの、ね、声が飛んでます。ボゲチャンネルがどんどん進化する。今日の中継ありがたいです。ありがとうございます。いい形の攻撃がついてるうちに追いつきたい。そうですね、うん、ナイスボールが右サイドに展開されました。ここはゴールキック。さあここも辰巳がペナルティエリアの中に入って変わるもんね。ちょっとファール潜ったっていうファールなのか、それとも上から乗っかったっていうファールなのか1秒ぐらい乗っかってた。カリアもある程度ビルドアップを始めてディフェンスラインの裏を見ながらこう組み立ててきてるっていう感じですね。カリアとはもう今年3回目の試合になるかな。ああ大ゴール。その時イケちゃんはキーパーやった。もうサッカーにならへん試合だもんな、めちゃめちゃので。2回目の対戦が天皇杯。昼の試合でラインメール青森の、ゴールキーパー、広瀬選手がボレーシュート決めてましたね。すんごいね、そんなシーンあったんですか。すんご、山田やったっけ。そうやんな、選手権のヒーローといえばこっちにもタムショーが浅野選手と一緒にやってた。あと浩二君もそうじゃない、それこそ星稜高校で。え、本田圭佑選手と一緒に、え、本田圭佑選手があのいてたのは知らん、知ってる。ああ、滝二の、そう、コウジ君が追いかける。前で高橋が取る。ナイスプレス。
それその時代あんまり知らんの。ああ、すやん、マジで世代ジェネレーションギャップやな。池ちゃんだって何歳よ。俺32よ今年。8年ぐらい離れてるのか。そんな気してなかったわ。同級生やと思って喋ってた。そうよ、だからその俺が中学校の時に見てたのが本田圭佑選手とか浩二君よ。半端ないってなね。あの滝に中西君ね、浩二君の、その浩二君の右足が出るか。壁3枚やからポスト当たってたね。ちょっと距離遠そうやけど合わせるかな。直接行った、惜しい。給水。コージ君はちなみにアメリカに行ってた時かな、本田圭佑選手と会ったらしいけど、両手に時計してなかったって言った。ちょっと僕らもお茶飲ませていただきます。あ、今日勝さんメンバー外か。勝又さん、それこそ僕が佐賀印刷でプレーしてた時はこの佐藤悠基選手やったり、勝又選手がパルセットで。今バタバタと池松選手のマイクをこの給水の間に調整しています。コメントください。聞こえづらかった人コメントください。ファールをもらってスーパーボールです。反ってたよ、さっき下行ったけど。坂さんはね、髪の毛を反ると3本のラインが出てくるんで。え、言ってた。本人は給水後、この辺りは集中です。やっぱ給水後ともあって、というのもあってちょっとアバウトにボール入れてきます。おっと、プレオンです。これはカリアサポーターも怒っておりますですが、その間に鈴鹿のカウンターキック。まだプレオン続いてます。これはプレオンじゃない、すいません。アスはあの辺り上手よね。でもその前のプレーでカードはなしですね。
ルは短くつないで、高台がチェックに行く。ここはファールでカリアボール。カリアすぐ始めます。この辺りの隙は見せたくない。鹿児島サポです。安さんの初采配、ゆうまくんの出場、そしてゴール期待してます。ありがとうございます。もう鹿児島サポさんにとっては昇格した時の監督ですから。おっと、ここは時間をかけずに攻めに行きます。源太も追い越してきた。うん、コーナーキック獲得しました。リアのナイス高台という声が飛んでます。ショートコーナーの位置に1枚立つ。みカリアはゾーンで守って、鈴鹿はゴール前に密集のポジションを取ってます。でもカリアはそこまでついてきてないかな、密集にゾーンで守ってるね。先に触ればというところ。ゴールキックです。あ、スローインもすぐ始めます。そしてマイボールでゲームをコントロール。ありがとうございます。リアも簡単にはコントロールさせないようにちょっとずつラインが上がってきました。ハスが裏取りに行きます。そのセカンドタムショー、セカンドいい反応やったね。タムショー後ろスローインせずに、ごめんなさい、コージ君がスローインをしてタムショーからコーダーに流してパスとキックの右サイドで崩しに行きます。キックがキープ、辰巳右サイドはハス、ワンツー仕掛けに行きます。ここでファールもらいます。ファールをもらったのはハスですね。やっぱあの辺はハスの細かいところは上手ですね。さあ前半31分、キッカーは橋本浩二くん、これはアフターを取りました。鈴鹿のファールでカリアボール。ゴールキーパー山岡から前線に、これはちょっと切り替えのところを疲れた。リキアが先触ります。ナイスリキア。でもまだカリアボール。ファールはありません。あ、来てる、危ない。これはリキアのダイブがボールに触ってたっていう判定ですね。ヒヤッとした。 PK ではありませんでした。リキアのダイブで多分おそらくボールにも当たってて上に飛んだっていう判定でした。でもまだカリアボール。大輝、ここは大輝細かいところうまいです。
ボランチ使ってアリアがボールキープ、ここで背後にボール入れてきます。これがつながります。中は2対2、トシキがしっかりクリアしてコーナーキックです。ヒケちゃんの声ですか。ヒケちゃんの声をもうちょっと大きめでお願いいたします。質問です。ピッチを俯瞰で、見ているとあっちに出せばいいのにとか、逆サイドもっと走れとか、もどかしくなりますか。なります。どうですか。なります。ピッチに出すとそんな余裕がない。映像で見てるとすごくゆっくりに見えますね。ここは凛太郎が弾き出してカリアボールのスローインです。コメント欲しいな。もっと1枚入ってきた。そこにサカちゃん引き出されて、ここはリギアがキャッチします。すぐ始めます。シュート数でいうとタムショー2本ぐらいかな。リンタロ1本打ったか。3本ぐらいですね。ここはスローインになります。源太ナイスワンツー。中盤の2枚で剥がします。左サイドのスペースあります。いい攻撃。お、聞こえてますよ。ちょっとマイク近すぎてくぐもってますこうググってなってるんじゃない。ちょっとマイク遠めで大きい声でお願いいたします。池ちゃんとのエピソードはですね、今セラを JFL さんが各会場で使ってくれてて、それを作るのを池ちゃんと一緒にやったんですけれどもね、ずっと喋ってばっかりで、全然一緒に作ってくれなかったっていうのがありましたね。あつきは黙々と仕事をする感じで。そうですね。ゆちゃんはずっと喋ってました。もう基本これは前から行きます。タムショも出た。一個飛ばされたボールに対してサカちゃん先に触りますが入れ替わります。ファウルを受けたのは30番の福家選手。音声はいい感じです。ゴールの時よろしくお願いします。スタジアム DJ じゃなくて僕らがやっちゃっていいんですか。太郎が出てキックも出ました。まあ、でもカリアもしっかり丁寧につなぎ始めてきてますね。やっぱチケツでもすごいいいサッカーしてたっていうのを評判やったんで、で JFL が始まって最初の方はちょっと苦労したけど初勝利も挙げて、もう JFL のスピードやったりあれに慣れてるっていう感じですね。
ちだ。ここはファールになってカリアボールになります。あれ ZO やったっけ、あの子スタジアムの名前、市原臨海。ああ。長崎か、長崎ラウンド。ゴールキーパー哲也。哲也もインサートの頃はあんなつなげるタイプじゃなかったんやけど、しっかりと丁寧につないでます。さあ今度は鈴鹿ボール。ボランチの辰巳、舵を取ります。大卒1年目、大阪体育大学からですね。顎がインパクトですね。インパクトあります。タムショ、ナイスタッチ、1枚剥がします。ゴール前、コーナーキック。 ZO じゃなかった、 ZA でした。そうですZA オリプリ、オリプリ、オリプリ、そのオリプリの O が入ってきたんよ。ちょっとやめてよ、はい、ここはコーナーキック。カリアストレアスの1次ラウンドは佐賀県でした。長崎じゃないやん。さあコーナーキックからシュートまで行きたい。おお、川崎サポです。橋本浩二選手が現役復帰してプレーしている姿を見られて嬉しいです。そうですね、浩二君は4ヶ月ぐらい現役を退いてて、そこからもう一回体を作って、で最初はきつい言うてましたけども、もう今ではスタメンで試合に出てます。まだまだコンディション上がるって言ってましたね。まあほんまに、はい、まあそれは4ヶ月休んでたらな。そうですね、2日オフあっただけでもやっぱその週体戻すの大変やな。うわ、今のはどちらのファウルになるんでしょうか。イエローカード出ましたね。辰巳にイエローカードです。あれとこはでも辰巳の良さでもありますからね、がっつり蹴る。ちょっと待ってくださいっていう、痛そうでしたね。大丈夫でしょうか。背番号何番ですか。13番の選手ですかね、渡辺選手。鹿屋体育大学から、僕の1校上です。まあ、ああいう間に落ちたボール、際どいボールはどちらも行くのですごく怪我は心配ですが、ピッチに戻ってきました。集中したい。カリアのフリーキック、ゴール前入れてきます。ライン上がるか、後ろ長いボール入れてきます。高台、ナイス高台。タムショセカンド、こういうセカンドが拾えると楽ですよね、うん、今度は鈴鹿が回収しました。鈴鹿の攻撃が始まります。ゲンダがボール触りに行きます。前半残り時間は3分。ここ
ギークです。落ちましたね、日が落ちてきました。西日が涼しくなってこの放送席もちょっと涼しくなってきました。お、コーチから応援してます。佐藤選手は怪我ですか。ようやく全体復帰いたしました。ありがとうございます。まあ、復帰したところでこの後中断期間に入るのでしっかりコンディションを上げて。おっとこれは危なかったけどもリキアの方が先に。でもボールを奪ったのはカリアの方。さあすぐに始めます。カリアがボールを奪います。さあこの時間は少しオープンな展開に。いい形でボールを奪いますがカリアボール間をついてきます。間へのボール 2-1 フォアにクロスが上がる。いやーナイスナイス。ハス君めちゃくちゃ飛んでた今。パスは多分ハンドやったんかな。あれだけ怒ってるってことは。でも多分相手選手に押されて前に飛んでた感じあったな。そうですね。ファールでもなかったしハンドでもありませんでした。ここはコージ君がボールを握ります。逆サイドこれは間でカットされます。この切り替え早くしたいですね。アディショナルタイマー2分です。前半の追加時間2分です。ここはファウルをもらって鈴鹿ボール。ちょっと中に入ってボール触ってます。外に開いたキック。辰巳が一列前出てきました。ナイス辰巳。左に展開します。落ちてきた浩二君から左サイド広大揺さぶります。真ん中坂ちゃん。右に開いた俊樹。外でフリーのハスまで行きます。2回揺さぶりました。その中で背後取って1対1キック。倒れない。すごいゴール前コージ君ゴール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 。こんな感じですかね。左右に2回揺さぶっていい攻撃出ました。リンがちゃんとニアで潰れてたね。そうですね。練習通りなんですね、あれは。でやっぱそれを最後打開した違いを作ったのはキックの1対1で。コージさん初ゴールですよねこれ。コージ君移籍後初ゴール。移籍後っていうか現役復帰後。そうですね多分そうですね。せやな。そうですね。おめでとうございます。手洗い祝福なかったな。そうですね。ちょっとみんな浩二君に行き交ってますね。イエイというナイスゴール。いい時間に追いついた。ゴールやった。実況もいい感じです。イエイということで。
前半を、1対1で追いつきました。前半振り返ってどうですか。そうですね、まあ失点はしたもののやっぱり安さんに言われてたように、まあ、点取られた後が大事ということで、まあ、しっかり継続していい時間帯で同点ゴール、後半に期待したいですね。はい、ではこれで前半の放送を一度区切りたいと思います。ありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。
改めまして皆さんこんばんは。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真と背番号30番キーパーの池松智文です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですねポゲチャンネルの JFL 初の、YouTube 配信を自分たちのクラブの YouTube チャンネルでやってみようという試みになります。はい、カメラマンと実況解説の僕らは全員選手ということでやらせていただいてます。至らぬ点もあるかと思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。後半ちょっとメンバー変わりましたね。そうですね、2人変わりましたね。そのあたりもキックオフと同時に確認していきましょう。そうですね、自体は変わっ、パスが左に出てない。そうですね、でキックさんが右、あとキックが右ですかね。いや、キックが右やね。福島が右に出てます。でボランチに人志が入りました。源太くんがやっぱ高い位置取ってますね。源太が一番サイドハーフの位置にいてるね。サイドハーフに入れて、コジ君が今ナウメをしてるけど、おそらくコジ君が前かな。そうですね。で左サイドハーフはタムショー。タムショー選手2枚変えてオフサイドの旗が上がってます。マイクは後半始まってどんな感じですかね。大丈夫ですかね。またちょっとコメント欲しいですね。解説やってると、うん、慣れてないから、うん、変な脇汗かいてきますね。脇汗すごかったですね。ちょっと西日が沈んで、放送席も涼しくなっております。そうですね、前半だけで 500ml のペットボトル飲み切っちゃいました。そうですね、汗も臭くなってきた頃です。ちょっとやめてね隣の。あーユーマからいいボールが1個飛ばして入りました。左サイドバックのハスが絞ってこの位置で受けます。さあ1対1タムショー、相手は1対3作りに来てます。そこでも行きますタムショー。ここはカット、ひとし音声 OK ですとのことです。逆サイドゲッター、キック、こんな感じでラインメールの広末選手見たら決めてましたね。前半終わった後はあのコメントいただいてた青森のシュート確認しました。すごいですね、とんでもないゴラッソ入ってましたね。コーナーで上がりの残りのそのままこぼれてきたやつ大入れでシュート C のすごいシュートが入ってました。これは JFL チャンネルの、ハイライト楽しみですね。そうですね、うん、ナイスボール。3人目惜しい、ゆうまくん狙ってましたね。3人目完全に、やっぱりヤスさんになってああいうこう誰かにボールが出てる間にもう次のことを準備するっていうトレーニングが結構多くなってるので、ああいうシーンがより生まれてくれば多分ヤスさんとやりたいことが出てくるんじゃないかなと思います。そうですね、ここは力が落ち着いて左に展開、サカちゃんボランチ辰巳、味方に当たって相手ボール、ここは小池選手からサードバック高広、ゴールキーパー山岡まで戻します。ボランチキーパー使って右に揺さぶります。カリア、うん、ここはいい出しをしましたカリア。さあゴール前組織、ナイスカバー、ナイス鉄壁、ナイスマッスル。
OK、 マイク OK、 高台いない。そうですね、高台が交代して、坂本交代ですね。その代わりに西村と川森が後半から入ってます。安さんの元で鹿児島の時にもプレーしてた川森が、ユーマがここで入りました。あのシュートは JFL にベストゴールがあったら受賞ものでしょう。どうですか？そうですね、完全にあんなシュートもう出ましたか、今シーズンのベストゴール。あれはすごいですね、本当に。トシキがうまく寄せました、はい、え？え？なんで？僕も決めたいなと。なんでそのよく出てるの？違うやろ、僕も守りたいなじゃなくて、僕も決めたいなのよく出てきてる。あのシーンになるってことは、あの展開って負けてるっていう状況だからさ、まあ そ, うね、そうならへん方がいいわけや。すいません、失礼しました。でも1点ぐらい決めてみたいですよね。そうやな、ゴールキーパーアシストはちなみにしたことあんの？いや、中学校の頃とか、うん、したの、大学にしたのかな、ちょっとよく覚えてないですね。全然エピソード語ってくれへん、ごめんなさい。選手のエピソードで語りたいことがあれば。あるだろう、また後でちょっと。はい、お願いします。お、ここでユーマが回ってもらいます。ユーマはね、身長はそんなに大きくないんですけど、体をうまく使ったアイボールを、そうですね、収めますね、収めてくれます。回るもあったり、和光司くん、50分との表記やから後半5分ですね。50分ゲート空いてます。サイドハーフが内に絞って嫌な位置で受けてます。ケンタが抜けて、その後
少し前カットしますが、これもしっかり処理します。ナイス、ひとし。これはヤスさんが望んでる展開ですね。そうですね、しっかりコントロールしてダムショーが追い越します。パスが空きました。シュートかな。この後切り替えはどうでしょう。ユーマ行きました。組織がリスクマネジメント収めます。池選手でもハスのカバー、ナイスカバー。ハス、ナイスです。お、川森頑張れ。外鹿児島サポ見てますね。鹿児島サポさん結構ですね。目度高いです。キャスターの時出てたからね。ユーマはノリと一緒にどこでも。そうなんです。でその次の年ノリがいなくなって、でも昇格したんじゃないかな。うん、取られた後もすぐ切り替えてボールを奪える展開になってます。源太がボールうまく流した。ワンツーか浮かします。もう一個逆見れたら惜しいですね。カリアの10番坂本選手が高校サッカー時代のあだ名が組山の飯。すげえ。でも今左サイド。さあこの長く入ったボールに対してナイスマッスル、トシキが処理します。ナイス、トシキ安定してます。松笠君が言うには筋肉でサッカー界を変える男ということで、いわき FC は筋肉でサッカー界を変えるチームだけど、トシキはそれを一人でやってます。すごいなよ。ナイスタッチ。ユーマ、ユーマが収めて、この右サイドいい感じに機能してます。ユーマがコントロールしてますね。右で集めて左変えてっていうのを繰り返して、危ない、狙われた。ここで佐藤選手ボール奪いますが、すぐ取り返しました。ナイス、ひとし。後半はひとし見てます。坂本剛と呼びます。剛選手、これなんて呼んだか分からへんかってね。確かに。カリアも交代ありそうです。辰巳のパスが相手に取られて、おっと、これはファール。カウンターを止めたということで、ゲンタに言えるのか。ゲンタはそしたら実践上停止かな。停止かな。ゲンタ今純喜がスッと自然に入っていきました。誰自然やったな。ダメなのに入ってきちゃう。いやいや、できれば入ってきてほしい。14番山本大輝選手。それ上まで通せる。中野優太選手が入ります。あ、ごめんごめん、その机の向こうまで押しちゃって。そのありがとう。 OKOK、 これで OK。 おっと、これはいいボールが裏に入ります。カリア、ここは力也。おっと、今トシキとちょっとぶつかったけど大丈夫かな。坂田さん頑張れ、福島サポより。 ありがとうございます。見てますね、見てますね。福島はタムショーと坂さん、ハスクも、ハスもか。さあ選手も変わったかな。先ほどそうですね、前線に7番の中野選手かな。ユータ選手、おー、ゲント収めてます。おー、ファールはなかった。カウンター行きます。カリアがカウンター。リキア、ナイス。リキア、ああいうとこ本当に速いですよね。リキア君は速いですよ。はい、あれはリキアの特徴の一つでも。そうですね、1対1のところ球際強いです。シュートのモーションになる前にはもう収めてたね。そうですね、出てません。うん、坂ちゃんナイス。ここははっきりとボールを切って流れを断ち切ります。ナイスキーパー力也、今のはビッグセーブが1個飛び出しました。ナイスですね、助けたね味方。そうですね。さあ左サイド展開できる人がいるか。ナイス、間辰巳がボールを取ります。さあひとしから
題でもあります、いいリズムでボールを触っているもののシュートの展開、この先ですね、シュートの展開に行きたいところ。さあ今度はカリアもゲームを組み立てようとしています。ゴールキーパー、ちなみにユーマと哲也は鹿児島で一緒にやってるので、あそこは鹿児島対決です。コウジ君が今左サイドハーフ落ちてるかな、タムショーが前に出たの、今の何番の選手がシュート打ったの見えるかな、ケちゃんちょっと見えない、分かったら教えてください。番号が見えへんだよね。変わって入った7番の中野選手かな、違う、何番、背中2、違う、今左サイドハーフの選手、22番の神谷選手ね、新加入。この選手は前回対戦した時も危険な選手でした。今度は逆に鈴鹿がサイド広げて、ユーマから一個飛ばして中に入りました。ただまだ危険なゾーンにはやらせていないカリアです。いいとこ、嫌なとこ入った、ナイスターン、一番深いとこまで入りました。クロスからおっ、この辺のターン早い、ユーマ、いやスタジアム DJ さんも言うてます、ゴール言うてます、いいですね。で決めたのはタムショー、いやゲンタ君じゃないですか、ゲンタ君ですね、ゲンタ、はい、あらあら、落ち着け落ち着けって言ってますね、ヤスさんは。そうですね、確か前期もイタリアからゴール決めてますよね。せやね、そうですね、なかなか最終ラインの前で回す展開が続いてましたけど、人しかな、辰巳かな、そこからちょっと戻します、 YouTube 戻します。あのコウジ君のターンのとこから1枚打開しましたね。そうですね、でパスからクロス、コウジ君ニアで反らしたけど相手クリア、ユーマ拾ってバックパスするかなと思ったけど、もう一度クロス、クロス、あのやっぱね、予想外の動きが良かったですね。そうですね、ちょっと試合見といてください、僕今 YouTube で、はい、かしこまりました。お、間締めていきたいですね、ここ間締めていきたい、ひとしからでしたね、ひとし、コウジ君パス、相手クリア、ユーマが拾ってターンしてクロス、フォアで詰めてたゲンタです。皆さんはね、ハイライトないですけれども、まあ、今日橋本選手聞いてますね。そうですね、得点に絡んでおります。そう、相手が中央を締めてきたら広げてます、いい展開、逆サイド見えるか、ナイスコントロール、ナイス、タムショーは今悔しがってたんで、多分いいコントロールしてシュートまで行きたかったんでしょうね。そうですね、打ったらありますからね、タムショー君は。北斗丹ゴール、あ、矢野純平くんありがとうございます、素晴らしい海口、純平くんありがとうございます。あ、この辺までコメントちょっと戻りましょう、敵ながらやっぱり武くんのスピードはいいね。カリアの6番石渡選手がいいかな、もう福島ユナイテッド、石渡選手ね、失礼しました。今からですがお邪魔します、戦況としてはどんな感じですか、どんな感じですか、どんな感じですか、いや困っちゃって僕に振ってるじゃん。いやでも同点にちょうど多分追いついた頃に見てくれてるんですかね。いや7時18分やからもうほんの1、2分前、もっとここは奪われるだけど、坂ちゃんナイス対応、ナイス経験ですね、経験ですね、
ヒゲわからないんだよな坂田のヒゲヒゲわからないんだよな、あの人トレードマークなら剃らないって話あれ、今の坂ちゃんねそうですね、第一で坂田ゆめさん、ありがとうございますカメラマンさん、僕のサイド見えないです了解しました、ありがとうございますこちら対応させていただきますちょっとこれも撮影もね、実は選手がやっててお、ユーマナイスタッチユーマが怒ってます見て触ったよって言ってますかわいいですねいじられてるもんなヤスさんに一番いじられてますか昨日のミーティングですねヤスさんがホワイトボードの消せないところに入っちゃっててユーマのせいにするって言ってましたそうですねうん、ゲンタの触ってる位置がコジ君もそうやけど、この相手の出てこれないところ立ち位置、いい立ち位置で回してますカリアは3人選手変わりそうですねそうですねちょっと背番号見える17番、はい、6番古賀選手、石渡選手8番ですね8番蛭田優也蛭田優也選手神代から神奈川神代からそうですね僕の同い年の選手あそうなその先ほど福島ユナイテッドの話がありました蛭田選手もいますあ気に変えてきますねそうやね、この 2-1 という状況と65分という時間でここで流れを変えに来ます13番渡辺選手24番高博田中高博選手交代ですゆうき君かな佐藤選手3人が変わりますフォーメーションは今のところ変わっている様子はないのでそのままはいそうですカリアのスローインから試合が再開されますフォーメーションは相手変わらないのかなちょっとなんかボックス気味というかう、ね、サイドハーフというよりは絞っているような感じします逆サイドに変えてきましたここでスピード上がりますゲンタが対応ユーマがカットしましたここで一気に行きたいユーマ2対3後ろから湧き出てきます時間使いますうまい粘りましたコージ君ナイスヒトシもう一度キックに展開中人数揃ってますよ後ろ向きのままシュートまで持っていきましたがこれは威力がなく山岡キャッチです逆にカリアはすぐに始めますうん1枚剥がされてここ空きましたちょっと嫌なボールが入りましたゴール前人数は足りてますがどうでしょう力也まだこぼれてますナイスひとしいいですねオープンな展開うんゴジ君が逃がしましたナイスキープユーマこれ収まるのでかいですよ休めますからねこのオープンな展開の中ちょっと落ち着かしました急ぎませんただ相手も選手が変わってフレッシュなので見ててはくれませんねボール取りに来てますさあゲンタ惜しいちょっと合いませんでしたがその後ここでかいぞボール取りに奪いに行きます行きますタムショーナーイスこれで回収です一回持ちたいですね今ちょっと疲れちゃったからおっとおっとごめんなさい今僕の方ではコメント見れません広告入りました戻しましたいや実はですねあの神戸戦の YouTube ライブをきっかけに鈴鹿の1000人を超えたので広告が入るようになりましたありがたいですねう
で給水ですかね。そうですね、給水ですね。鈴川選手ことありそうですか。ここで注目は誰でしょうか。ベンチメンバーの、ベンチメンバー注目は斉藤翔太。翔太くん、翔太は怪我も明けたし、でベンチに入ってスタメンの可能性も全然あったもんね今週。そうですね、キレッキレのドリブル、後半楽しみですね。28歳、バリアの11名で年齢も28歳。ちょっとコメントしづらい、コメントしづらいよそれ。28歳と28歳じゃん。ごめん、今の情報入ってさっき見てから言ってほしい。なんかね、こうどっちかの方が若いとかやったらそうですよ、本当に。試合がゴールキックから再開されて、本日の来場者数を発表いたします。本日の来場者数は414名。より柔道のご来場者誠にありがとうございます。メダル獲得おめでとうございます。おめでとうございます。いいですね、そういうサッカーとはまた違う情報もコメントもありがたいですね。鈴鹿も勝利を届けたいですね。ちなみに今日池ちゃんイベント行ってきたと思うんだけど、はい、先ほどハーフタイムでもね、そのイベントに参加してたダンスチームの人が踊ってたけど、今日のイベント暑かったな。暑かったですね。暑かったどころじゃないかもしれない。どこげっす肌は。赤いもんな今日。な、普段俺らも日焼けしてるからそうなかなか赤くはなれへんけど、さすがに今日の日差しで直射日光の中のターゲットのイベントやったな。そうなんですよね。キックダーツですかね。あー、キックダーツ。どっちもか。ということで、ファミヤの若林さんとかがいたかったので、まあ通を中心としたイベントかな。フォアのところですね。フォアのところで、去年コロナ前は2万人ぐらいあのイベントに集まってたみたいで。もうだいぶ多かったですからね。午前中特にあのヘッドダーツ長蛇の列ができたって聞きましたけど。そうですね。僕とノブさんで2人で回しました。おー、これは切り替え、ひとしが行きます。知れますね、ここ行きたい。カバーに入ってた源太がカットします。がすぐに切り替えて刈谷がボール奪います。どんどん守備強いですよ、ここね。1人で奪います源太。観客席も映してほしい。すみません、ちょっとカメラが1台しかなくてですね、試合を映すのでも選手が映しているという状況でちょっと手一杯でございます。申し訳ございません。今度カメラ2カメでチャレンジしてみたいですね。いずれね、いずれこのチャンネルでも2カメチャレンジ。危ない。うん、ここはファウルを取ります。ゆうまくん聞いてますね。から入ったユーマ、ひとしともに聞いてます。さあ後半73分、ただ相手も結構スイッチを入れてきてる感じですね。そうですね、こう次の1点本当に大事ですよ。次の1点めちゃくちゃ大事ですね。さあここでじゃない、ごめんなさい、カリアの選手交代です。ここで富士カリア選手交代のお知らせ。富田選手、30番の福家選手に代わって11番の富田選手が入ります。うん、カリアはやっぱり
下がる様子はないですね。逆にその背中が開きますが、どうでしょう。ナイスマッスル。マッスル言うてるカリアは前からボールを奪いに来て、あ、ちょっと空きました。ナイスマッスル。素晴らしいプレーが飛び出しました。トシキ、ナイス辰巳。逆に前から来てるところ、そう剥がしたい。ナイスボール。収まります。素晴らしい。相手がプレスをスピード上げてきましたが、なんとか逆まで持ってきました。逆に回ってるのはサカちゃんか。高さまさのカバー入ってますか。キックが入ってますね。ここリスクにちゃんとしたいですね。先に出たのはタムショ。さあここでカットされました。いや悪くないよ。いいファールですね。逆にでもすぐ始めます。ただ遅らしました。なんとかブロックの前。ここでターンされて、この後が危ない。さあ高いラインの裏を狙いに行きますが、ここはハスがカバーです。ナイスハス、ナイスボール。さあユーマこちら開いて1対1、2対1。いけ行きました。辰巳、辰巳自分で運んでここまで行きましたね。いいですね。辰巳の良さは何ですか。もう完全にいや完全にもう球際ですね。あればそのイケメンかどうかを聞いてるわけじゃないんで、あの引っ張る力やったりね、体もしっかりしてるし、そうですね、こうやって運んでいくのが三階ですからの。坂ちゃん弾き返します。セカンドボールはカリアが拾います。まあ、ここまでは相手にやらしてない印象ですね。お二人に質問です。ホームスタジアム以外でプレーしやすい印象に残っているスタジアムはありますか。ラインメール、お、コジ君から辰巳追い越してるのは変だかな。辰巳強いです。辰巳強い。変だ、ナイスタッチ。ここはゴールキックです。でも辰巳と玄太で球際の強さ見せました。どうですかスタジアム。カリアはすぐ始めてきてます。僕がやった時やっぱ前期のラインメールのスタジアム綺麗でしたね。バンラーレのホームスタジアムかな。覚えてますか。じゃないね、今何やったかな。あそこは綺麗でした。あとはミオのホームスタジアム、アウェイかな。お、ハッサン怒ってます。分かれへん。今窓を開けたんですけど、ここはリキア大きく蹴り出します。さあユーマが反らしてそのセカンドボール。さあここ奪いたい。おっと審判に当たりました。ひとしが、ヤスさんがオフサイド。結構さっきまで放送席にはなかなか聞こえてなかったですけど、多分スタジアムで見てはる人はこのヤスさんの熱血が届いてるんじゃないかなと思います。そうですね、僕たちも窓開けた瞬間に聞こえてきましたね。聞こえてきたね。めちゃくちゃ喋ってるね、ヤスさん。あー、ナイス。やっぱりサッカー界狭いんで、ヤスさんが監督を引き継ぐっていう時はもういろんなチームの選手と連絡取ったりするんですけど、情熱が一番最初に出てきますね。で、俺らに対するミーティングもやっぱりそれがあるよね。そうです ね、一つ一つ言葉に重みありますね。なあ、これはちょっと危ない。ボールが浮いた状態でリキアに行きます。すごいパスになりました。沸かせますリキア。
力は沸かせます。今のはもう狙ってますよ。あれは大丈夫です。あれ狙ってますからね。狙ってたんですね。こういうボールをちょっとカリアの出だしが良くてカットしに来てます。フレッシュですね。さあここはキックします。上手。うん、ナイスボール。タムショー自分で行きます。相手に当たりますがゴールキーパー正面。コジさん、ここは山岡だろうな。さあ鈴鹿も簡単には引きません。ゲンタがボール奪います。さあもう一度チャンス。タムショー、これ鈴鹿のいいディフェンスですね。これはいや、いい形やったね。やっぱり高い位置で奪ってゴールに襲いかかるというシーンは出しましたが、3点目が欲しかったところ。今シーズンこれで何点も取ってますからね。ゲンタ君のボールダッシュから、ゲンタのダッシュから今シーズンかなりのゴールが生まれてます。ナイスターン。ここはトシキがいいボール見せます。ナイスマッスル、よく効いてるねトシキ。トシキがいいカバー見せました。生島とトシキの国士官コンビ、仲いいのか悪いのかあんま分からん国士官コンビ。いやー多分仲地味にいいんじゃないですか。地味にいいよね。席とかも隣だし、間少しずつ間を使われ出しました。ここもまた間、間。ナイスです。ここはもうしっかりと大きくクリアします。ユーマが粘ります。やっぱこういうボール、抑え。アフター。ナイス。うん。ユーマがしっかり粘って、ひとしがカバーをしてボール奪い切りました。ヤスさんからの声も響いてます。取りに行けよって言ってますね。やっぱもう1点大事だと分かってますね。さあここにもプレスかけに行きます。さあゲームをコントロールしたいところですが、相手のプレッシャーにやられる場面が増えてきました。逆にカリアのチャンス。3人で囲む、いいっす。外に追いやりました菊島。ナイスです。やっぱキックさんは慣れない右サイドバックだから、トシ君がうまく声かけてほしいですね。うん、そこの連携でね。そうですね、いいですよ。でもキックしっかりやれてますね。そうですね、浦安時代多分ウィングバックとかもやってた印象があるんで、サイドバックはないのかな。やっぱりセカンドという声が三浦康俊監督から響いてます。ちょっと落ち着かしたいですね。ナイス、味方同士でぶつかりましたが、ミラ監督も見てるんだろうか。ミラさんもスペインで見てくれると見てくれているといいですね。きっと見てくれてると思います。ミラはね結構日本語わかるようになってきてたんで、今この解説も結構わかってると思います。ミラ見てるかな。さあゴールキーパー山岡からここは長いボールいきます。さあこのファーストとセカンド、ファーストは辰巳が競ります。後ろにこぼれたところ、危うく入れ替わるかというところでしたが、反応がありました。リキアのあの声はどう今。森野さん聞いてなかったです、すいません。やってるやんか、何言ってるかは分かれへんけどさ。そら俺だって何言ってるかは分かれへんけどさ。盛り上げてますねとか、こういう時間帯でキーパーの役割はどうなんていうところを聞きたかったんですけど、前半終わってですね、全然僕に話食ってくれなくて、一人で喋ってるだけですって言ってたのに、食った途端これです。裏切られました。はい、鈴鹿は下がりません。ここから取りに行きますが、カリアもビルドアップが上手なチーム、ここで剥がします。カリアボールのスローインです。
奪えるか、当たりました、コウジ君に当たりましたが、また相手ボールです。辰巳狙いどこよ、おっといいやん、これはコウジ君のところに山岡からのボールがこぼれてきましたが、シュートはクロスバーです。もう1点が響かないといいですけどね、うん、まあ、おそらく特にディフェンスラインにとっては3点目が欲しかったところだと思うので、こうグッとくるものはあると思いますが、この後ですね、大事なので、ね、ナイスマッスル、うん、トシキ素晴らしいです。トシキ安定してますね。お、400名超えてます、見てくださってる方がありがとうございます、ありがとうございます。緊張してくるな、そんな400人も超えてくると。いや、そうとは思えへんぐらい、あの緩い会話してる。改めまして、あの選手2人で今日やらせてもらってます。18番佐藤と30番キーパーの池松智美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。試合も84分で大詰めですね。残り6分とアディショナルタイムを残すのみとなりました。うん、こういったところでも三角形作って、返して源太かな、源太くんですね。カズマくん、あと何分ぐらいか、85分ぐらいかな今。ちょっと電光検知板見にくいですけど、さあここははっきりはっきりプレーしています。鈴鹿の選手ライン上げました。リキアからもラインラインという声が出てます。いい声ですね。うん、ゴールキーパー山岡運んで、ここでもつなぎます。ユーマが二度追い、さあ背後のスペースにボールが出ます。ここはキックが倒してしまってイエローカードです。ここワンプレー集中したいですね。そうですね、全員で声かけて。さあセットプレーはかなりの時間確認しました。トシキからも声が飛んでいます。アラートアラートというふうに。ここは集中したいですね。そうですね。さあただカリアもこの時間帯のセットプレーは狙いに来てます。鈴鹿は壁に2枚選手、そして全員戻ってます。ゴールキック、左サイド奥です。体入れてたのはタムかな、タムショー君ですね。相手2枚いたけど守りましたね。すみません、ちょっと鈴鹿の選手2人がやってるので、カリアの選手の情報をあまり入っていないというか、下調べとかもせずに本日実況解説があることを伝えられたので、こんな時間ですけど、まあ副音声みたいな感じで、はい、聞いていただけるとありがたいです。やらないところが多いですか。おっと、これはファールありません。
カリアボールです。カリアはすぐ再開します。電光掲示板はもう89分ですね。89分。さあここは裏のスペースに入れてきます。カリアの選手がキープ、パスが出してカリアボールです。さあ相手カリア右サイドを崩してきてオフサイド、ナイスライン、ダムショーを決めてほしい。ここでそうですね、ダムショー決めてほしい。上田選手、お、ハヤト、坂ちゃんのプレーは今日も安定しております。橋本浩二選手に代わって上田ハヤト選手が入ります。ハヤトはあれですね、東京オリンピックモデルのアシックス DS ライト X フライ4を履いてます。すいません、ちょっとアシックスが好きなんで。コージ君はキャプテンマークを誰かに渡しに行ってましたかね。坂さんにキャプテンマークを渡してピッチを出ます。同点ゴールの橋本浩二選手が下がってゲームを締めに上田選手が入ります。今アディショナルタイムが4分からもしかしたら5分に変わりましたね。変わりましたね。今の交代で、さあアディショナルタイムは残り5分です。ナイス辰巳。さあここはもうはっきりとしたプレーが求められてきております。パス君がさっきボランチアンカーの位置ですかね。そうですね、ナイスコントロールから、さあここはもうアバウトにゴール前に掘り込んできます。はじきます、ハヤト。ハヤトヘディング強い。さあタムショーからの裏のボール、ゴールキーパーとユーマ、ここはゴールキックになります。さあここはカリアも、今までずっと繋いでましたがゴール前に入れてきます。さあここはトシキですが、セカンドボールカリアが拾います。キックもここははっきり弾き出します。ワンタッチ、ワンタッチあったように思いましたがゴールキックです。選手はワンタッチを要求してますが、さあカリア再びボール入れてきます。このカバーは大丈夫か、間にボールが入ってきます。危ない、ナイス。ナイスキーパー力也、ここは集中しました。間にボールが2回入って危なかったですけれども、さあここは大輔も大声で選手を締めます。気合入ってますね、響いてますね声が。大輔くん、力也の声がピッチに響いてます。折り返して来ない、ナイス、弾き出しました。ヒヤヒヤしますね。弾き出したのは坂ちゃん、そうですね、ヤスさんの気迫が選手にも、三浦監督の初陣です。さあアディショナルタイム2分、リキアのセーブで相手キーパー上がってきてますね。あ、相手キーパー上がってきましたか。ナイスキーパー、ナイスキーパー、ナイス。ここはもうはっきり行くのがベストですか。そうですね、ここは高いボールではっきりと裏にボールをこぼします。さあ疲れの見える源太ですが、ここボール残します。うわー、いい、めっちゃ走ってるからね今日。そうですね、釣っててもおかしくないぐらい走ってますね。そうですね。ここで1番源太君変わりますね。そうですね、ここまで走り切った源太に変えて小田君、小田君ではないんですけどね、ではないですよ、北野純也君なんですけれども、三田監督が純也の J っていうのをスペインでは読めないかな、そうです、ホタホタって言ってたので、
さあその純也くんが入ります。右サイドハーフ、キックはロングスロー、めちゃめちゃ飛びますね。さあ間にこぼれたボールはカリアが拾います。ここもトシキ、はっきり筋肉で上 空, 上空にボール上げてます。さあこの後ここセカンド拾ったらでかい、ナイスキープ、ここ行きたい、拾ってハヤトが運びます。早い、ハヤトが運びました。キープでもいい、ナイス、ハヤトキープします。それでいい、ナイスキープハヤト。さあコーナー際、ナイスキープハヤト。時間稼ぎましたね、味方のフォローがなかなかない中で、あーここで試合終了です。おめでとうございます。三浦監督、偉人を勝利で飾りました。今日のゲーム振り返ってどうですか。そうですね、前半すぐ失点してどうかと思ったんですけど、うん、やっぱチーム変わったって感じしますね。あそこで落ちないで、うん、落ち込んでない様子があったね。そうですね、でしっかり前半最後追いついて、うん、後半逆転、もう1点取ってもおかしくないようなゲーム、そうやね。いや三浦監督も熱い、ハイタッチが熱い、もう1週間ぐらいですか、はい、でもチームにしっかり落とし込めてるっていう印象ありますね。そうですね、ヤスさんが、ヤスさんのその熱い情熱というか、そういうのはもうすでにチームに落とし込めてる印象です。まあ、ここから、少しリーグは中断期間に入りますが、その間に多分またこれからどん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 ヤスさんのサッカーがチームに浸透していくと思いますので、ここから後半戦巻き返しを図って頑張りたいと思います。で次は僕たちもピッチで、そうですね、活躍できるように、はい、戻れるように、はい、コメントいただいた皆さん、あおめでとうとか、勝利おめでとう、頑張った、やった、勝利、実況解説ありがとうございました、あ純平くんありがとうございます、お二人実況ありがとうございましたということで、僕たちもじゃあ、選手が退場したらちょっとスタンドの方に降りて選手たちとハイタッチしに行きたいと思います。最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。池ちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。撮影してくれた選手、スタッフ、浦方さん、ありがとうございました。お疲れ様です。そうです、そしてヒーロー選手のインタビューにございます。皆様、すぐにはお帰りにならず、今しばらくお待ちをください。それではこれより本日の MVP そして AGF 賞を発表してまいりたいと思います。本日の MVP 賞は橋本浩二選手です。2分待ちます。2分お待ちいただけますでしょうか。申し訳、まだ選手の方にご準備できてないということで大変申し訳ございません。そうですね、
それではですね、ちょっとフライングでお話ししてしまいましたので、改めて知らなかったという点でね、聞いていただければと思います。それでは改めて、発表いたします。本日の MVP 賞は橋本浩二選手です。橋本選手には MVP 賞といたしまして、 AGS 鈴鹿株式会社様よりブレスリー1年分をプレゼントさせていただきます。それでは引き続きまして、それでは改めましてお楽しみでございます、山田バラグ選手賞を発表させていただきます。3名、海口源太選手、福島拓選手、中村俊樹選手です。どうぞ前の方へお集まりください。選手の皆さんだけでなく、皆さんにもですね、山田バーグ賞、今回もご準備しております。それでは今から発表に移らせていただきたいと思います。お名前をですね、これから読み上げさせていただく方はですね、その場で立っていただいて大きく手を振っていただければと思います。まずお一人目、松井瑞穂様。はい、ありがとうございます。皆さん大きな拍手をお願いいたします。お二人目、こちらも女性ですね、笠井美佐子様。笠井様おめでとうございます。皆さん大きな拍手をお願いいたします。そして最後の一人は、お一人ですね、私だと思う方手を挙げてもらったらいいですか。俺が当たってるんじゃないかな、私が当たってるんじゃないかって、ちょっと手を挙げてみてください。みんな、まあ、ちょっと半端になっちゃいましたね。はい、じゃあこちらでお名前をお呼びしたいと思います。奥村篤史様。奥村様おられますでしょうか。はい、奥村様ね、こちらから後ほどまたご連絡させていただきますので、こちらお送りさせていただきたいと思います。以上、山田バーグ賞でございました。改めて拍手をお願いいたします。それではこの後インタビューに移らせていただきたいと思います。少々準備の方いたしますので、今しばらくお待ちくださいませ。
夏 FC 刈谷戦に勝利いたしました鈴鹿ポイントゲッターズ三浦監督にコメントをいただきたいと思います。三浦監督、どうぞよろしくお願いいたします。監督、まずはお疲れ様でございました。まあ、本日の初陣を飾られて見事な勝利ということでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まずですね、鈴鹿ポイントゲッターズにとってもですね、本日この短期間での中ですね、勝ち点3という貴重な機会となりました。なかなかこのタイミングでこの時間の短さという中で大変だったと思いますが、まあ、今日までに監督が、まあ、チームの改善されてきた点などもしございましたらお教えいただけますでしょうか。そうですね、まずは選手がしっかりしたモチベーションを持って非常に集中して90分頑張ってくれたということ、それとやっぱりここに集まってくれたやっぱりサポーターの人たちの声援、それが非常に力になったんじゃないかなというふうに思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、当然この間でできるものというのは限られて、と思いますから、自分たちのストロングとウィークというものをしっかり整備した中で、試合の中で90分で勝てるような、試合巧者になるようなそういうアプローチをかけてきました。まだまだ伸びしろというか伸びる部分もあると思いますので、これから、まあ、一時中断しますので、そこでしっかりトレーニングをして、より勝ちの、コーナーサッカーができるように、積み重ねていきたいな、そういうふうに思います。はい、ありがとうございます。今で少しお聞きしたお話と重複している部分もあるんですが、まあ、今日この鈴鹿のピッチはですね、初めて三浦監督をご覧になったというファン、サポーターの皆様もおられるかなと思うんですが、まず監督のですね、サッカーに対するお考えといいますかね、そういったものをちょっと皆さんに少しお伝えいただくことができますでしょうか。これはなかなか簡単なものではないことではあるんですけど、私のイメージと選手のイメージがまず同じになるということ、彼らがピッチでやりたいことと自分がベンチでやりたいことがまず共有できて同じになること、でそこに、選手の躍動感と彼らがおのずとやりたがって、そういうサッカーを目指しているということ、あとメンバーだけじゃなくサブ以外の選手までがトレーニングからモチベーションを持って取り組む、そういう集団になればおのずと勝利というのは一つ一つ増えていくんじゃないかな、そういうふうに考えています。ありがとうございます。それでは最後にですね、今日お越しいただいているファンの皆様、そして今日 YouTube にも配信されております、鈴鹿ポイントゲッターズを応援しようというファンの皆様に一言、監督が後半戦に向けてメッセージをいただけますでしょうか。本当に共に戦っていって、可能な限り前を向いて、一緒に戦っていってもらえることが非常に嬉しく思っています。選手もしっかり努力していくと思いますので、一人でも多くの人がスタジアムに集まって、我々の背中を押していただければありがたいなというふうに思います。本当に今日は皆さんが勝ち抜きを過ごしてくれて非常に感謝しています。本当にありがとうございます。日本連続審査とでした。改めて大きな拍手をお願いいたします。それでは引き続きましてヒーローインタビューに移らせていただきたいと思います。本日のヒーロー、お二人おられます。橋本選手、海口選手、どうぞ前の方へお越しください。前半まだかまだかと少し焦りもある中でですね、貴重な同点弾となりました。
監督もね交代されたということで、なかなかその落ち着かれなかない中の少ない時間での、試合だったかと思うんですが、まあ、今日どういった気持ちで試合に臨まれたか、お聞かせいただけますでしょうか。はい、あまり時間はなかったんですけど、選手がしっかり監督の言うことを聞いて、ある程度共通意識を持った中で練習にも取り決めていたので、まあちょっとアンラッキーな形で失点はしましたけど、まあ、僕たちのリズムずっとゲームは展開されていたので、まあ当てずとにかく前半のうちに追いつければっていうところだったので、まあ、キックからいいボールしたんですけど、まあ、決めてよかったです。ありがとうございます。もう一つ、それですね、まあ、あの橋本選手はですね、今後もやはりチームの牽引役として後半戦、戦っていただかなければいけない選手だと思うんですが、まず後半戦に向けて意気込みをファンの皆様にお願いいたします。はい、とにかく目の前の一試合一試合を、まあ、ファイナルの気持ちで、まあ、絶対負けないように、とにかく全試合で勝てるように一つ一つ大切に戦っていきたいなと思います。ありがとうございました。橋本選手でした。大きな拍手をお願いいたします。それでは海口選手、お願いできますでしょうか。チームを勝利に導いた、見事なゴールでございました、久々のゴールでございましたけども、今のお気持ちをお願いできますでしょうか。はい、まあ、久々のゴールだったのでなかなか取れない中でも、こういった多くの方々が、まあ、勝利を届けにこうやってグラウンドに来てくれていることにまず感謝をしなきゃいけないのと、まあ、そういった中でパワフル選手からいいボールが来て、まあ、自分は触るだけだったので、まあ、そういった勝利に導くゴールを決めて本当に良かったと思います。ありがとうございます。今ちょうどね、こちらに監督もおられますけども、もうズバリ新監督どうですか。監督からね、正直言っていいよというお言葉をいただきましたのでね。はい、まあ、まずリハ監督、前監督から変わったっていうことは、自分たち選手が、まあ、監督の求めるサッカーができなかったっていう結果だと思うので、まあ、これで中でリハ監督になって、まず最初に掲げた目標が成長と勝利、自分たちはまあ本当に下からのスタートなので、そういった中で一日一日でどん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 成長していかないと必ず勝利っていうのをつかめないと思うので、この中断期間で自分たちがもっと一回りも二回りも大きくなって成長して、中断明けまた全員で共に戦っていければなと思っています。ありがとうございます。後半戦に向けてね、一丸となって皆さんとね、ファンの皆さんとも頑張っていきたいと思いますね。はい、それでは海口選手でした。大きな拍手をお願いいたします。それでは次回ホームゲームは9月4日土曜日、 AGF 鈴鹿陸上競技場にて MIO 琵琶湖滋賀との15時キックオフの試合となります。引き続き皆さんの応援で選手に力を貸してください。次回もたくさんの方々のご来場をお待ちしております。それでは本日も暑い中ご来場いただきましてありがとうございました。皆様本日はどうもありがとうございました。